お前の正体は分かっている。だからもう、のさばるな。進む。チコちゃん、君にはできる。そいつを倒せる。無理だよ。弱な私の力じゃ大人には男には。そいつは大人でも男でもない、人間でもない、化け物でさえない。お前には存在さえない。お前などただ通り過ぎるだけで形を失う煙以下の存在。なぜならお前は すでに2年前獄中で病死しているじゃないか。その男はすでに存在しない。二度と君を悲しませることはない。できないんだ。存在しない。君の心の傷を具現化し、再び君を苦しめようとする悪意が取った仮初めの姿に過ぎない。君なら乗り越えられる。僕はキコちゃんの力を知っている。キコちゃん、今こそ悪夢を叩き潰して君の手で打ち勝つんだ。てめえ、もう死んでるのかよ。私の前に二度と現れられねえのかよ。笑えな。じゃあ私は意もしない男が現れるのにビビってたってのかよ。バカにしやがって。この野郎。特攻隊長ハルミア椿子、てめえにこの一撃をくれてやる。
と。鈴恐ろしい男。感謝する。君のおかげでキコちゃんに心の傷を自ら乗り越える機会が得られた。あの化け物を僕の手でなく彼女自身の手で倒す機会を与えてくれたことを僕は感謝する。お前は今この場で消さねば必ずや我らの悲願の邪魔になる。感謝を込めて神に奉じる。我らの悲願、兄上様のご無念を晴らすこと。邪魔立てはさせぬぞ、すすはらすずめ、陸奥の末裔。覇者継承、邪悪を破りて正しきを示す。死ねはありがとうございます。これでキコちゃんも安心できると思います。最近は犯罪者の人権にもうるさいからね。この書類手に入れるの苦労したのよ。その会は絶対にあったと思います。そうね、彼女の心の傷が紙切れ一枚で癒せるなら本当にお安い御用だわ。明日から登校だけど大丈夫そう？大丈夫だと思います。でも喧嘩騒ぎのことでみんなが噂してないか気にしてますね。まああっけないくらいみんなもう噂なんかしてないしね。いい顔をしてるね。うん、気分のいい夢を見たから。どんな夢？ちょっと乱暴な夢だから内緒内緒。でもすっごいスカッとした。久々に晴れ晴れとした気持ち。それはよかった。なんだい？あの日さ、スズムが言ってくれた言葉、お前ごときにキコちゃんをお嫁にやれるものか。そんなことを言っちゃったかな。あの時は僕も勢いでつい